これから7回ホークスの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。背番号16加賀マウンドに上がります。点差がついた中でのリリーフ投入ということになりました。改めてお聞きします。バッターの柳田、どういうバッターなんでしょうか。まあ、非常に柔らかいバッティングでどの方向へも強い打球が打てるんですよ。なるほど、そうですか。インコース詰まりました。ここはフライになっています。取ってワンアウトです。打順は4番バレンティン。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。アウト、ツーアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、やはり長打は避けたいですから高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。なるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。低めの変化球は外れました。打ちました。セカンドが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいホークスでしたがここは三者凡退に終わっています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、一発が怖いですからやはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。これは低いところに持ってきました。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。ここは1球見ました。スライダーが決まります。3ボールナッシングからフルカウントまで戻しました。見逃し三振。まず一つアウトを取りました。バッターボックスは7番今宮。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。打ちました。センター掴んで2アウト。バッターボックスは8番甲斐。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。2アウトになっています。スライダー外れます。ボール先行です。膝元へ決まります。低めはこれは入っていました。ツーボールツーストライクです。ボールになります。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。ファウルになります。フルカウントです。打ちました。よく取った。一塁へアウト。スタンドのファンも沸いています。反撃したいホークスでしたがここは三者凡退に終わっています。5対0 DeNA ベイスターズがリードしています。西さん、これはもうベンチも安心して見ていられるのではないでしょうか。まあ、もちろん気を抜いてはいけないんですけど。打ちました。ブラボ。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。打順は1番に帰ります。バッター牧原、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを引っ張った。高いバウンド、ファーストを取った。アウト。そのままタッチしてワンアウト。打席には2番バッター中村。まあ、ベイスターズとしては落ち着いてアウトを増やしていってほしいですね。なるほど、そうですね。次が3球目。低め空振り。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。ファウルになります。右方向落ちた。ヒットになる。バックホームする。ライト前ヒット。中村ヒットが出ました。バッターは3番柳田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーライトへ持っていった。大きな打球だ。ボールはそのままフェンスに直撃。ボールは中継。サードランナーホームイン。バッターランナーは2塁到達。ホークス1点返しました。5対1。ベイスターズさらに3塁。ここは組み立て直していきたいですね。さあこの場面で打席には4番のバレンティンが入っています。アウトコース、ファウル。低めは外れました。空振り。ここはランナーを変えさせません。